好きです、付き合ってください。え、私に告白なんて。もっと自分を見つめ直してもらった方がいいわ。あの鏡見てよく考えてきてください。俺になんか用？はい、呼び出したりしてすみません。じゃ彼女にしてもらえませんか。俺三度の飯よりメイドが好きな重度のオタクだから、愛読書は全てメイド関連、喫茶店は必ずメイド、もちろんフィギュアもコレクション中、メイドなゲームをプレイしてはモエモエ言って興奮すると自らメイド服を着てハーハー言うよ。そんじゃ、あのね、私前から砂川くんのことが好きだったの。俺はあんたのこと全然好きじゃない。ああ竹雄、帰んの？お、帰るか。帰ろ帰ろ。あずきさん、好き好き大好き。やってるな、あずきあずさんのご褒美タイム。誰あの？で、フラミンゴだって求愛ダンスぐらいするのにあなたは？まさかそれで終わり？え？すべてを犠牲に愚鈍な羊みたいに突き従えるのかしら？ね、無理でしょ？は。ありがとうございます。さすがお嬢さん。好きです。え、僕森島先輩のことが好きです。本気？はい、本気です。そうなんだ、すごく嬉しい。先輩でもダメ。え、私年上で頼りがいのある人が好みなの。それじゃあまたね、立花くん。こんなところまで呼び出して。それはいいけど、僕に用って何かな？友達からでいいので、私と付き合ってもらえませんでしょうか。僕は今の成績を維持するために寝る間も惜しんで勉強しなくちゃいけない。誰かの相手をする暇なんてないんだ。だからごめん。そうですか、わかりました。突然お呼びしてごめんなさいでした。瀬戸口さん、どうしたんです？こんなところで。あの、先輩は？先輩のこと好きです。慰めてくれなくても大丈夫ですよ。そういうつもりじゃないです。それじゃあ。俺はお前が好きだ。お前と付き合いたい。バカじゃん。泣いたら慰めてやる。ねえ荒木くん。ん？私は荒木くんが大好きだよ。すっげえ嬉しい。でもごめん、僕今好きな子いるんだ。井ノ出。なんだろう。あのね、これ書いたんだけど。え？私が日の出を思う気持ちそのままなんです。お前に読ませるために書いたんじゃない。井ノ出。俺は恥ずかしいよ。恥ずかしいに決まってるだろ、こんなの教室でさ。それにそういうの押し付けてくるやつは嫌いなんだ。どうしてそこまで俺のために？ハスキは犬塚のことが大好きだから。俺とペルシアは付き合ってるんだ。だからお前の気持ちは嬉しいけど答えられねえ。高梨くんって本当に彼女いないの？好きな子は？いや、じゃあ私どう？悪いけど石野さんは全然好みじゃない。そんなに即答しなくていいじゃないよ。ごめん、つい参考までに私どこがグッと来ないか教えて。
色気が感じられない。なんか面倒くさそう。裏表ありそう。僕が見てたのはスミレさんだ。どうしてもスミレさんと同じ空気を吸っていたかったんだ。マジかよ。ずっと好きでした。付き合ってください。ごめんなさい。そして振られた。黒峰朝日よ、率直に言おう。私にその気は全くないのだから。だいたい成功の可能性が全く望めない作戦行動を続けるのは合理的ではない。君も速やかに新たな道を模索したまえ。しっかりしろ朝日。傷は浅いわよ。大丈夫か。僕、彩音さんのことが好きなんですけど。え？だから僕はあなたが好きです。僕と付き合ってください。ごめんね、私は君のことを弟としか思えない。ごめん、今日は帰るね。もう来ないでください。覚えてんだ。言って、私さ、リーダーとして頑張るから。私、模擬戦でのヒロとのキスは特別だって思ってる。だから私はずっとヒロと一緒。見て、イチゴ、流れ星だ。レムはスバル君を愛しています。スバル君がいいんです。スバル君じゃなきゃ嫌なんです。レム。はい。俺はエミリアが好きだ。今日の作戦、深夜から開始だって。仮眠取った？出ないと途中でね。リーダーの役割大変だけど、イチゴならきっとやり遂げると思ってる。私はさ、昔からヒロのこと。ごめん、俺のことが何？なくて、実は星の海学園に転入することになって。え？白柳さんから会いに来てくれたら嬉しいな。だってあまりに遠すぎます。もちろんそれは悪いと思ってる。でも僕からは会いに行けないんだ。本当に感謝しています。でもここであなたとはさよならです。どうかお元気で。この僕が好きじゃない。かよみちゃんもやだ。エリハちゃんもダメ。マオちゃんも嫌い。砂川くんが好き。俺、お前嫌いの一言で泣かした。女を泣かすな。マルサ、来ないで。叫ばせないで、またお腹痛くなっちゃうじゃない。ナルセ。坂上匠。私、坂上くんが好き。ありがとう。でも俺、好きな奴がいるんだ。うん。天使に告白するのよ。こんな時に場所も選ばずごめんなさい。あなたのことがずっと好きでした。付き合ってくださいって。うわ。はい、じゃあ後ろから集めて。橘さん、こんな時に場所も選ばずごめんなさい。あなたのことがずっと好きでした。付き合ってください。じゃあ時と場所を選んで。そこ座れ。はい。遅れちゃった。俺、お前が好きなんだよ。だから付き合ってくれ。大事にするし。あれなっちゃんいいところに。今川、あんたがなっちゃんみたいに可愛い顔になったら考えてあげる。あんた顔濃いしむさいんだもん。ガーン。おい、橋場くんよ。はい。部活やめんなよ。